いやー、これ次の質問もう一人ぐらい欲しいな。でももう一人来ちゃったら装備がさ、まだ間に合ってないから。うわー、もうボコボコにされてんじゃん。生きてる意味ないぐらいまでボコボコにされてんね、鎧が。やっぱり敵がさ、ハンマー系だったから。そうで、これね、質問ちょっと止めて話すけども。はい、いいか。その、武器防具ってやっぱね、弱ってくんだよね。クロスボウで上から撃ってるだけで100本やってたら分かんないと思うんだけど、本当に耐久値減ってきて、これ修理っていうのができないから、新しく作るしかないんだよね。今のところね、アーリーだからもしかしたら修理が追加されたりするかもしれないけれど、でそうなってくると、ね、鉄がね、無限に必要になるんだよ。本当に。もちろん敵用の武器をね、溶かせば鉄って手に入る。じゃ手に入るんだけど。ね。ということで、今日は終わります。まず、鉄作るところから始めてもらって、経験値稼いで、ある程度上げてもらったら、鉄の剣とかも作っていかないとね。OK、OK、上がるね。425。うん。で俺また狩りに出なきゃダメかもな。川でさ、鎧作りたい。でも川で作った鎧の耐久度もうさ、見て、ないんだよ。これ作ったばっかとか満タンだったんだよ。それをさ、この相手のハンマー部隊がさ、ボコボコにしてくれたんだよ。だから罠ゾーンをちょっとやっぱ伸ばすか。ね。罠ゾーンを伸ばして、どうにかやるしかないよね、これ。木製の杭とかも、まあ、機械の武器作れないか。火事高い人いないから、その機械の武器も作れないから、ちょっとね、なかなかだよね。まあ、サイサリン強いけれども、とはいえだよ。サイサリンじゃなくても、やられていたよ。ワンチャン、これか?この扉で、鉄格子の扉をつけて、で、槍で撃つ、槍部隊。やっぱ一人は置いといて槍で撃つ。そうすることによって多少は軽減するかな。ね。ここに、鉄格子をさ、例えばだよ、つけて、槍で撃つ。ことにするとか。で、それができなそうだったら下がってぶっ壊されてからやればいいし。一応これやるか。ぶっ壊さないんだろうか。まあ、今日はだからこれで終わりだね。うわ、本当にね、何にもできなかったね。ボコボコにされたら本当にボコボコになるんだね、戦争ってね。はい、秋の、3日目、来ましたね。で、今日やりたいことは、俺がね、その、狩りをして、槍で狩りをして、っていうのも考えていたんだけども、木材をね、やっぱ切ってとか、そこら辺の基本的なことをやり出さないと難しいかなって思ったから、切ろう。OK、OK。治療の連鎖がもう始まってね。治りまくってるから、もう軽症になってもね、幅だね。あ、一日一回治療して一段階ずつとか軽くしていけるのかもね、これね。致命傷がまだ残っている。腕の骨折。やっぱここ一直線通れる道あったら便利だ。それも踏まえて、じゃあここに、寝床を作っとこうか。新しい人来てもいいように、こうね。あ、で、新しい人来た時用のはこう広くしとこうか、もう最初から。ね。こう広くするとここ2マスしかないんだ。狭いね。でもこれを作っておくことによって、ね、ここ壊してもいいようになるし。本当は実はベッド作れんだっけ、確か。ベッド作ってもいいかな。木材40使うんだ。
わらはそんな変わらない。いかね。いっぱいじゃあ。で、これできたら、どっか取れにしようよ。あ、みんなここ通ってるね。で、ここ取れるにしようか。あ、こういう風に行くのかな。そうだね、食材。うわぁ、ここの、ほとんど切った、やった。これになればさ、そうそう、もう木材もさ、運んでこいやーってことで、運んでくれば、結構な数になるし。うわ、すげえ、うわ、ここもすんごい切ってあるね。今日一日で結構進んだよ、これ。そういった意味では。あ、もう木材置く場所なくなるんじゃね？そんなのないか。え、でもやっぱりみんな寝るね。なんで？やられちゃってんの？治療してんの？今日終わっちゃいましたね。はい、秋7日目にして気がつきました。スケジュール早く寝るようにしてた。ね、あの時以来、だから戦争後5日間ぐらい。正味4日とかかな。なんてことだろう。まあまあ、怪我してたからしょうがないね。いいよね。ということにしとこ。ここにうまそうな鹿がいいんだよ。皮も欲しいし。で、皮鎧作ってもさ、すぐ壊されちゃうかなと思うんだけど、だからといって皮がいらないわけではないし。灰運ぼうとしますわね。灰なんか運ばなくていい。お前はもうここで。下げ見る。うっしょ、強っ。バルキネーなマナコの下。いけ、一撃であれ。うっしょ、俺強すぎる。バレんだよ。よしよし、あのウサギにバレた。じゃあ、しょうがない。しまおう。いやー、カモたちがいいとこに来てくれたね。いや、今日も、なんとか一日を生きていけるね。あ、で、怪我をどんどん治してていいね。次、普通に襲われそうな気がすんな、仲間に来る前に。誰か欲しいね。火事欲しい。銃とかね。そんぐらいやつ欲しい。建築も収穫も手回ってないね。まあ、こんだけ木切ったらそうか。でも、しばらくこれで木に困らなくなるから、ね、この建築とかも進めやすいし、そういう準備の日も必要ということですかね。本当は粘土でさ、部屋作ってとかも考えてたんだけど、労力が足んないというか、生きていくだけで本当に必死だね、この一匹狼のサバイバルって。いや、まあ、でもね、一匹狼から人増えたよね、これね。誰で見るんだっけ？そこに、そこでなんか、仲間という船になって、俺一人生きていかなきゃならないみたいな。そこからね、こう、ジャポニカ。ジャポニカをこう打ち立てていって、ここまで仲間が、増えてきた。研究可能だったって。あ、旗か、旗、本当はね、やりたいんだ、そんな余裕はないんだよ。旗っていうのは娯楽じゃないけどね。次どうしようか。次できれば弁当を行きたいんだけど、弁当まで道のり遠すぎて、で、ここの下のね、その改築もまだまだ、で、あ、でもやれば回ってくね、木材が増えてきたから。やっと手つけられそうなとこか。で、重要なのはやっぱり鉄の鎧がないと結構きついっていうのが分かるから、まず図書館を武器しよう。この大きさで足りるか分からないけど、とりあえずここで、とりあえずここまで武器して、で、そっから、話を始めようか。ということで、こういう風にね、攻め、やるよっていうところで、秋ね、8日に突入します。冬までに、なんとかね、新しい防衛考えていかないと、ここは破られる前提。破られたら下がる、盾が出てくる。
感じで、で、弓がいた場合は、ある程度、安全を取ってとかね、考えよう。よし。